カセダとは、反電子球に先立って、電磁の位置、地理、面積、工作者を調査、確定させること。大価の改新に際して、東国国史にカセダを行わせたのが最後と言われているが、確実に行われていたと言えるのは、律令制以後のことである。養老律令電量では、6年に一度の反電に、先立って諸国の国史がカセダを行って、 新たに支給する人とそのための電磁を確定する必要があった。そのため、戸籍の作成を行う造積カセダ反電を、それぞれの作業を1から2年かけて行うことが繰り返された。カセダの結果は、カセダ城に乗せられて、タール字ごとに電磁の位置、面積などを記載して、大城官に提出した。これは、実際の反電状況をお示した熟知町と合わせて、 カセダ塾地町とも呼ばれることがある。また、カセダ図と呼ばれた図面も同時に作成されたと考えられているが、実物が残っていないために不明である。だが、カセダは電磁の中に入って作業を行うこともあるために、稲作が行われている時期には行えず冬に集中的に行われるようになることに加えて、 根伝衛年史財法制定以後は、電磁の権利関係も複雑化してきたために作業が間に合わずに稼だと判電の間の期間が拡大していき、やがて判電磁器の遅延を招く事態も生じてた。判電集受法を動揺させる原因の一つとされた。そこで延暦四年に従来、国家の役人である京電国寺、あるいは判電の際に中央から派遣していた。 藩電氏が兼務していたカセダ業務を分離してカセダ氏を設置して参議級を長官諸国国士を次官として中央主導でカセダを指揮監督させたが実際には機内のみに限定されてその他の国々では依然として経電国事が監督していたそれでもカセダの遂行自体が混乱となっていき上岸4年には大長官が 加セ田町の大規模な寛解を行っている。平安時代中期の反伝デ州事法の崩壊とともに、加セ田も行われなくなっていった。なお、初期荘園においても国家の加セ田に習って独自の加セ田加セ田氏が行われていたが、いずれもその後は国史あるいは荘園領主による権限が取って変わるようになった。ありがとうございます。